大阪日本民芸館は大阪府水田市の万博記念公園内にある民芸品中心の美術館。九百七十年三月から九月にかけて開催された日本万国博覧会に際し、大原総一郎らの呼びかけで関西企業十七社が万博日本民芸館出展協議会を設立した後に九百六十七年九月日本民芸館が暮らしの美をテーマに 民芸の美を紹介する形で出展したパビリオンとして設立を決定し、1968年12月に着工され、万博の年の3月6日に開催に先駆けて、大林組によって、竣工・開館式が行われた。パビリオンの館長には、万博開催前に死去した大原総一郎の後を引き継いだ広予言が就任。開催時は、第一展示室に、 全国各地の古い民芸品、第2.3展示室に伝統技法を継承した新作民芸品、第4展示室に民芸品の工芸の本質に即した個人作家の新作を展示し、展示室内の陳列ケース、椅子、電話台、灰皿などの備品も民芸庁のものを用いた。万博終了後は建物は大阪府に寄贈され、その後万博記念協会に、 無症状とされた。そして、1971年3月26日、大阪府教育委員会から工芸館として設立許可を受け、1972年3月15日に万博開催に周年を受ける形で、財団法人大阪日本民芸館として開館。初代館長は浜田昌司二代館長は劉総理。万博公園の文化ゾーンにあり、 平和のバラ園を挟んで、日本庭園、国立民族学博物館に隣接している。収蔵品は、陶磁器や基地工品、染色品など、約6000点。毎年春と秋に特別展を企画している。常設展には、浜田昭治や河井勘次郎の陶器が展示されている。日本万国博覧会以来パビリオンとしてのテーマを保持して運営され続けられている。 唯一の施設とも言われている。ありがとうございます。